簡単なイラストでいいからデジタルでイラスト描いてみたいというそこのあなた、この動画を見れば描けるようになります。皆さんこんにちは、ミルカです。今日は無料アプリアイビスペイントを使って簡単なイラストを描く方法を紹介していきます。ちなみに今回の目次がこちらです。よかったら見たい場所から見てみてください。では早速スタートしていきます。今回私が使っている端末がこちら iPad の第6世代です。ですがこのアイビスペイントは iPhone ですとかスマホでも使えるアプリですので、ぜひ皆さんのお手持ちの端末で楽しんでみてください。でアイビスペイントって検索するとおそらくこの2つが出てくると思います。左が無料版、右が有料版ですね。ただ有料版の方は広告がついていないっていうだけで機能は無料版と変わらないので、今回はですね広告がついてない有料版の方を使って紹介していきたいと思います。ただね、先ほど言った通り機能は全く無料版と一緒なので、皆さんが無料版使っていても同じように使えるかと思います。では早速スタートしていきます。いつもね、私この Amazon で買ったタッチペン使ってるんですけど、おそらくねタッチペン持ってない方多いと思うので、今日は片付けて今日はね指で紹介していきます。まずはアイコンをタップします。はじめ開くとこんな画面が出てきます。新たに自分で絵を描く場合にはこのマイギャラリーっていうのを選択します。するとこんな画面が出てきます。ここには過去に描いたイラストなどが出てくるんですけれども、初めてアプリを開く方は何もない状態で映し出されます。ではまずは紙を追加していきます。絵を描くには紙が必要ですよね。なのでそのキャンパスを追加します。ここのプラスマークを押します。こんな感じで新規キャンバスとたくさん数字が出てきました。これは簡単に説明すると、この1対1とか3対4っていうのは紙の比率ですね。1対1だと正方形、9対16だと長方形、結構細長い感じの形になってます。でこちらの数字は容量ですね、紙の大きさを表しています。今回はこの1対1の紙に書いていきたいと思います。はい、こんな画面が表示されておりますが、ここからね早速イラストを描いていきます。下のこの矢印、これを押すとこんな風にいろいろアイコンが出てくるんですね。いろんな機能がありはするんですが、いっぺんに伝えてしまうと初めて描く方とかはパンクしちゃうなと思うので、今日はねごくシンプルに最低限絵を描く方法だけをお伝えしていきたいと思います。その他の技法ですとか他のツールの使い方については、もし皆さんからご要望があれば今後ねまた動画で紹介していけたらなと思っております。では今日使っていくのはこちらです。このブラシってやつですね、これを選択します。するとですねこんな感じでペンの種類が出てくるんですね。まあ簡単に言うと、マジックで描きますか、シャーペンで描きますか、それとも鉛筆ですか、みたいなペンの種類です。一番シンプルだなって思うのはこのペンカッコハードってやつですね。これが一番個人的にはシンプルな線だと思うので、今回はこれを使っていきたいと思います。ではこの表示があるとね邪魔で描けないので畳みたいと思います。はじめに押したこの下の矢印ですね、この矢印を押すと畳まれます。そしてもう一回押してみましょう。するとこの画面になります。このまま描いてもいいんですけれども、太いですね、ちょっと太すぎるので細くしたいと思います。ここのバーで太さを調節できます。例えば最大に太いとめっちゃ太いですけど、一番細いと見えますか、もうアップしないと見えないくらいとても小さな細い線ですね。こんな風にいろんな太さの線が用意されているので、自分で好きな太さに調節します。それからですね描いていくんですけれども、こう描いた時にこの線を消す方法、私が主に使っているのは2つの方法があります。1つは消しゴムで消す、紙にペンで描くときもそうですよね。消しゴムで消す一番単純な方法です。ここのね消しゴムっていう部分を押します。すると今消しゴムを選択しました。なのでこれでなぞるとこんな風に消せます。で消しゴムも
ここのバーで大きさの調節ができるので、一気に消したい時はピッと大きくして消すと一気に消えます。それからもう一つ消す方法は、この線を書いた直後に2本の指で同時にタップするとこんな風に取り消しになります。このね、2つの消し方覚えておくと便利かなと思います。ではお絵かきしていきましょうか。今日はじゃあリンゴでも描こうかな。リンゴを描きます。丸描いて、こういうの描いて、葉っぱを描いて、リンゴができました。じゃあこれにね、色を塗っていきたいので、ペンの色を変えたいと思います。ここのボタンを押しましょう。この真四角のところですね、ここを押すとこんな風に色がいっぱい出てきます。ここで自由に好きな色に調節ができます。今回リンゴなので赤にしましょうか。このぐらいの赤にしようかな。これであとは色を塗っていけばイラストが完成ということなんですが、ちょっと皆さん見ていただくと分かるんですが、色を塗ってるとですね、線が隠れちゃうんですね。まあ確かにこのキワキワを塗ればいいかもしれないんですが、これすごく大変な作業なので、ここでね、便利な機能が2つありますので紹介していきます。まずはですね、塗りつぶし機能というものです。このここの部分見ると、こちら塗りつぶしってありますね。これを選択します。ちなみに塗りつぶしは別名バケツ塗りとかバケツツールとも呼ばれています。これを押すと何が起こるかっていうと、皆さん見ててくださいね。ポンとタップするだけで色がつきます。めっちゃ便利。ただこのバケツ塗り、1個だけ弱点があります。それがね、何かって言いますと、線にね、隙間がこうやってあるとバケツ塗り言うこと聞かなくなっちゃうんですね。この線の中をあくまで塗りつぶすツールとして使っていただけたらと思います。そしてもう一つ、線にかぶらない塗り方の方法なんですが、これはレイヤーを分けるっていうことです。はい、出ました、レイヤー。なんじゃそれって感じだと思うんですけれども、これもね、説明していきます。まずはレイヤーを開きます。ここ今度は右下のこの四角を押しましょう。はい、開かれました。今ここに1枚の紙にリンゴの線が描かれています。ここにね、新しい透明の紙を追加します。このプラスボタンを押します。するとレイヤーが追加されましたね。今これだとこのリンゴの線の上に紙が来ています。この状態で色を塗るとどうなるかと言いますと、まだかぶっちゃうんですね。ただここで皆さん、この後がレイヤーの出番です。見ててください。今ね、この線の上に色があるので線が隠れてしまっているんですけれども、ここレイヤーを長押しして下にスライドします。すると今線が上で色が下になりましたよね。これどうなるかというと、じゃん、はい、こんな風にですね、線が消えることなく色を塗ることができるんです。今回ね、ちょっとね、大きく色塗りすぎたんですけれども、例えばですね、ラフに塗ってこんな感じでちょっとはみ出たタッチにしたい時なんかは、このレイヤーを分ける方法を使うといいと思います。では仕上げにね、葉っぱも塗っちゃいましょう。こんな風に葉っぱも塗ると簡単なリンゴが出来上がりました。最初はね、こういったシンプルなイラストからスタートして、これに慣れてきてからどんどんいろんな機能を使っていくといいと思います。ぜひ皆さん、これから一緒にアイリスペイント使ってお絵かき楽しんでいきましょう。ってね、なんか終わりみたいな感じになったんですけど、ここで終わっちゃダメなんですよ。このイラスト保存したいですよね。保存の仕方もしっかりお伝えします。まず終了したら、この右下の矢印マークを押します。ここでね、このままもう終了するときは、ここのマイギャラリーを押すとこのギャラリーに追加されます。ちなみにこれ、こうやってスワイプすると一覧が出てきますね。で、これをカメラフォルダに保存する方法なんですけれども、ここを押して、こちらピン保存ってボタンを押すと
勝手に iPhone もしくは iPad スマホのカメラフォルダに勝手に追加されています。実際にね開いてみたいと思います。カメラフォルダを開きます。これをピッて押すと、はい、こんな風にしっかり保存されてますね。さあ皆さんどうでしたでしょうか。今回はねめちゃめちゃシンプルにこだわってお伝えしたので、まだまだねアイビスペイント面白い楽しい機能がいろいろあります。これからもね皆さんにお伝えしていければと思うので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。